第3章武器屋トルネコ。ここはエンドールからはるか北にある小さな町レイクナバ。この町にはトルネコという一人の男が住んでいました。今はただ人に使われる身ですが、お金を貯めて世界一の武器屋になる、それがトルネコの夢だったのです。あなたいつまで寝てるの？早くお店に行かないとまた親方に叱られるわよ。ねえあなたったら、もうこいつ終わってんな。ねねさんね、意外に美人なんだよね。やっと起きたわね。はいこれお弁当。トルネコはお弁当を手に入れた。家を出たら寝ぼけないでまっすぐ西に歩くのよ。じゃあ今日も頑張ってきてね。こいつこんなね、お弁当を食べてヒットポイント回復。捨てる、いらん、お弁当を投げ捨てた。最悪だなこの男本当に。まトルネコはまたサクサクサクっとやっちゃいます。いや何にも言わない。心の中でどう思ってんだろうかねねちゃん。川の帽子ゲット。遅かったじゃないか。店の中に入った入った。バイト。トルネコはまだバイトっすね。こいつ何歳？子供いたよね。だってそこに立っていればお客さんが来る。給料はちゃんと歩合で払うからしっかり働く。じゃあ任せたよって。武器屋の店かね。違う、どうも邪魔したな。武器の店かね。違う、動けんだよね。一応人来るかな。ここにいないと来ないかな。じゃあな。この店は商売する気あるのかい。いつまで待たせるつもりで。やば、切れてる。知らね。モンスターと戦ってもお金はもらえるからね。まあちゃんとやりますか。あ、いなくなってるあいつ。まあせめて一人くらい相手するか。はい、まあ見せてやろう。コンボどうの次せいなんない。コンボ買おう。35でね。はい、いやいい買い物した、ありがとう、また来るよ。もういいや、もうやってらんねえよこんなバイト。とりあえず金ないかな。出し切った店だなここは。何も入ってねえじゃねえかよ。あの宝箱よこせや。ダメだ、最後の鍵が必要だ。むしろタンス。ちょっとお前何着てんの。何も着てねえのか。どうした、今日はもうおしまいするのか。はい、じゃあ給料計算するからな。これ今日の給料だ、1円。ブラックすぎる。ブラックバイトだ。いやまあ何もやってねえからな俺も。そもそもコンボ30円で売って1円、29円の利益か。人件費1円か。まあしょうがない、そんなもんだろう。じゃあ進めていこうか。トルネコこんな感じのショーです。104円か。どうなんだこれ。結構頑張ったんだけどな。弁当も食わず休憩もなしか。ブラックすぎるな。遅くまで本当にお疲れ様でした。稼ぎ100円だけどね、1日の稼ぎ。また弁当か。ちょっと見てみるか弁当。また同じか。お前同じ弁当しか作れねえのか。俺これ嫌いなんだよ。だからいらん。じゃあ行ってくるわ。
第3章、武器屋トルネコ、完。ここも語ることはないな。